家庭菜園ライフ。さいたま市で菜園をやっております斉藤です。今日は収穫の失敗を減らす追熟についてご紹介していきます。8月になりますと猛暑や台風、ゲリラ豪雨など自然による野菜へのダメージも多くなります。収穫時期が遅れてしまうだけで野菜自体がダメになってしまう現象も起こります。今回は追熟の方法で少し野菜を早めに取っても熟すことができる野菜やその追熟作業のポイントなどをご紹介していきましょう。最後にコメントにもご返信していきます。それでは行ってみましょう。それではまず追熟とはどういうことか簡単にご紹介いたします。追熟とは野菜や果物などを一度収穫してから収穫後に甘みが増したり美味しさが増していくことを追熟と言っています。このような追熟する野菜や果物は取った直後に食べても美味しいのですが、取った直後何日間か日にちを置くことで甘みや美味しさが増していく野菜や果物もあります。逆に追熟できない野菜や果物もあります。完熟で収穫したその瞬間が一番美味しい野菜や果物です。これらの野菜や果物は取ってきた後に置いておくと甘みがだんだん落ちてきたり美味しさがだんだん落ちてきてしまい、日が経つにつれて鮮度や美味しさが下がってきてしまいます。野菜や果物には追熟すると美味しくなるもの、逆に追熟できなくて置いておくとますます味が劣化してしまうもの、大きく分けてこの2種類があります。ということで追熟できる野菜であれば台風や猛暑、暴風雨などそういった自然災害が数日中に起きる場合、早めに取ってご自宅で追熟させるという方法がとても有効になります。収穫時期に実が割れてしまったり泥をかぶったりするとそこから腐ったり病気が発生してしまったりするので、収穫時期の迫った野菜は天候や自然条件を考慮しながら取っていきましょう。それでは追熟できる野菜、逆に追熟できない野菜をご紹介していきましょう。まず追熟できる野菜です。一つ目はかぼちゃです。ヘタがコルク状になってから約1週間ほど涼しい場所で保管しておくと中が追熟してさらに甘みが高いかぼちゃになっていきます。そのまま畑に置いておくと逆に味が悪くなってしまう可能性があるので頃合いを見て収穫して追熟させるようにしてください。2つ目はトマトです。トマトはまだ完全に赤くなっていなくても自宅で保管すればさらに赤みと甘みが増して完熟に近い状態になっていきます。収穫時期の見極めがポイントなので後ほどご紹介していきましょう。続いて追熟できない夏野菜です。一つ目はきゅうりです。きゅうりを自宅で保管していても大きくなったり色が変化したりということはなく逆にきゅうり自体が傷んで腐ってしまいます。注意してください。2つ目は枝豆です。追熟するということはなく逆に甘みと旨味がどんどん落ちてしまいます。枝豆がしっかり実ってから収穫してすぐに調理して食べるようにしてください。3つ目がナスです。トマトと違ってナスには完熟というのがありません。少し小ぶりの状態でも食べれますし少し大きめにしても食べることができます。完熟して味が変わるということがないのでナスは適切なタイミングで取っていきましょう。最後はトウモロコシです。こちらも枝豆と同じで収穫してからすぐに食べないと味が落ちてしまいます。自宅で保管しても豆が大きくなったり甘くなったりすることはありませんので注意してみてください。ということで追熟できるもの、できないものをご紹介しましたが、この追熟についてやってはいけないことなどもご紹介していきましょう。それでは一つ目の追熟の基本です。トマトやかぼちゃなど収穫物を取ったら室温が15度から20度ぐらいの風通しがよく直射日光が当たらない場所に置いておきましょう。
追熟させるときに直射日光が当たったり、暑い場所に置いておきますと切り口や野菜の表面から水分が抜けてしまいます。光が強すぎて本体が焼けてしまったりすることもあります。直射日光が当たらないような場所で保管してみるようにしてみてください。続いて2つ目は注意点です。冷蔵庫での保管をしないようにしましょう。追熟させたいという野菜を冷蔵庫に入れると成長自体が止まり休眠のような状態に入ってしまいます。ということで収穫してきたものをそのまま冷蔵庫に入れるのはやめましょう。追熟させた後に野菜室などで少し冷やすというのはいいのですが、追熟させないまま冷蔵庫に入れておくとやがて水分が抜けて野菜自体も悪くなってしまいます。3つ目は袋の中にリンゴと一緒に入れておきましょう。有名な方法ではありますが、リンゴから出るエチレンにより実が追熟されやすくなります。早く追熟させたい方はリンゴやバナナと一緒に野菜を入れて保管してみてください。それでは収穫時期のトマトの見極め方を見ていきましょう。それでは追熟させるとちょうどいいトマトを見ていきましょう。こちらの中玉トマトをご覧ください。まだ全体的にオレンジ色っぽく上の方は青っぽいですが、だいぶ熟してきている状態です。ここに台風やゲリラ豪雨などが来ると実が割れてしまったり実が落ちてしまう可能性があります。また葉っぱの枚数も少し少なくなってきているので日陰ができない状態になっています。ですので直射日光で実の表面が傷むという可能性もあります。こういう場合このトマトを追熟を試していただけるといいでしょう。当分畑に来れず畑作業ができないのだけれども猛暑が来てしまうとか大雨が降るとかそういった場合にはこちらを早めに収穫して自宅で追熟を試してみてください。ちなみに先ほどご紹介したかぼちゃについてはあまりにも早く取ってしまうと追熟はそこまで進みませんので、ヘタがコルク状になってきてから収穫するのがポイントです。他の野菜では追熟できないものが多いので追熟できるものでやってみてください。ということで追熟するものしないものをご紹介しましたが、最後に追加で2種類だけご紹介いたします。それは同じウリ科の野菜のスイカとメロンです。スイカとメロンはどちらも似たような野菜のイメージですが、一方は追熟できず、もう一方は追熟させる野菜です。皆さんご存知だと思いますが、スイカは必ず完熟させてから収穫しなければいけません。実がついた状態で完熟させることで一番おいしいスイカが食べることができます。一方メロンは収穫した後に追熟させてから食べるのがおすすめの野菜になります。お尻の部分の匂いを嗅いだり触ってみてお尻の部分の柔らかさを確認して食べるタイミングを見計らってください。ということでスイカを収穫してから置いておくと甘みが増すのではないかと勘違いする方もいますが、甘みは増すことがありませんので注意してください。一方メロンは今回ご紹介した野菜の中で一番追熟が必要で重要なポイントになる野菜です。追熟させずに食べると甘くありませんのでその点は注意しましょう。それではコメントにご返信していきます。こちらのトマトのショート動画にコメントをいただきました。ハダニの対策を教えてくださいというコメントです。ハダニは乾燥するとその発生が多くなる害虫です。ですのでゲリラ豪雨や大雨が降った後は自然とハダニの密度が下がっていると思います。またこれらの大雨やゲリラ豪雨が期待できないときは夕方や朝の時間帯を狙ってトマトの木全体葉っぱにかかるように水を強めにかけてあげてください。そうすることでハダニの密度が下がると思います。またハダニそのものは退治しにくい害虫の一つです。そのため天敵を大切にしてあげることも重要なポイントになります。自然界にいる天敵はハダニを捕食する虫も多くいますので、むやみやたらにハダニ以外の虫を取らないことも大切です。やってみてください。今日は夏野菜の追熟についてご紹介いたしました。この動画が参考になった方はチャンネル登録と
高評価をお願いします。それではまた。